最近あったきらめいたことは、サードシングルが無事発売された。皆さんこんばんは、黒木ほのかです。皆さんこんばんは、小峰亜美です。二人揃ってサードリオン。はい、ということで、ちょっとまあね、あのサンドリオンの X とか見てくれてたり、あのリリースイベントとか来てくれた人はわかるかなと思うんですけど、亜美ちゃんの喉ちょっとまだ不調な感じでございまして、まあ大事を取りまして、ちょっとささやきボイス、ちょっとあの韓国でもあのね、私もこの歌を歌ったりするので、ちょっと音像という形で、はい、させていただきます。今日あったので、あのちょっとつば九郎スタイルでお願いいたします。まずあのフリップで悪口をそこまで真似しなくていいですから。はい、ということで、そうなんですよ。まあちょっとね、韓国のイベントも控えているので、ちょっとアミちゃん、まあ、うちのエース歌姫なんで温存とさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。まあでも体は元気なので大丈夫ですよ。この番組は声の力で世界にきらめけをコンセプトに活動中の私たちサンドリオンがパーソナリティを務める文化放送初の冠レギュラーラジオ番組135回目でございます。で、まあゴールデンウィーク、いろいろそのサードシングルサニーキャンバスのリリースイベントの稼働があったんですけど、ついに5月8日に発売されました。なんかやっぱりさ、メジャーデビューしてさ、もう1年ぐらい経ちますけど、なんかやっぱまださ慣れないというかさ、その前もって準備するじゃん。やっぱり MV 撮ったり、まあ、レコーディングしたりとかで、インタビュー受けたりっていうのがさ、かなり前、発売日のね何ヶ月も前からいろんな稼働が始まってるから、なんかようやくかみたいな。何あ、喜んでるってことね嬉しいよね。そうだよね、そういうことだよね。なんでどだけ開かない書けない書けないの、書けない、嘘でしょ。小学校で習いそうなもんですけれども。ああ、それ努力のどだねまあでもいいね、そう、怒りの感情ではなく、その怒りをバネに努力するよっていう。あ、亜美ちゃんのなんかこう、うん、なんて言うんですか、座右の銘、座右の銘って勝手に作っていいんだっけ、わかんないんですけれどそうだからね、準備いっぱいしてって、ようやく発売されて、みんなからのすごいいいですねみたいなお褒めの言葉がね、すごい染み渡っています。ありがとうございます。そうだから、まあね、たくさん歌っていけたらなって思ってるし、韓国ではカップリング曲を初披露するということで。あ、そっか、もうしてんだ。ちょっと今のうちら的には、韓国前なんですけれども、そっか、披露してんだ。どうだった、ミスってないというのも、ほんと初披露の時ってめっちゃ緊張して、なんか余計なこと逆に考えちゃうんだよね。本当やだよね。振りもね、振り付けもそうね、ちょっと難しいところがあったりもしますから、まあでもお稽古頑張ってきたんで、きっと輝いてると思います。きっと楽しみだななんて思っておりますということで、じゃあ早速始めていきましょう。サンドリオン・ザ・レディオスタート。改めまして、サンドリオンのセクシー台風、黒木ほのかです。
改めましてサントリオンのトラブルメーカー小峰亜美です。本当にトラブってそうリリースイベントもね、筆談だったりとか表情でねいろんな感情を伝えてっていうの、あのさ私が発案したあのあいうえをかきくけこさしすせそって書いたあのこっくりさんみたいなやつって使いました。使った？あのでも長文ではなくて、長文じゃなくあまあとかマジのまま、を指さしながらそうそれなのそのいや それだったらもうなんかジェスチャーで伝わりそうなもんだけどね、まだしそれなだしいやでもなんかそういうところもなんかドリオンズはさ楽しんでくれてた気がしたのでね、本当素敵な方が集まってくれてるななんて改めて思いました。ありがとうございます。じゃあちょっとリスナーのみんなからのメールも紹介しよう。あーいきますよ、はい、フレンチトーストさんです。ありがとうございます。ほのけあみちゃんこんばんは。こんばんは。サニーキャンバスの MV プレミア公開リアタイしましたよ。だってありがとう。ちょっと肌寒い日でしたけど本当に雲一つない晴天でした。バイスタッフとコメントもされていましたが信じられないくらいの晴天で、太陽もサンドリオンを応援していると思わせてくれるまさにサニーキャンバスな MV でした。オリコンデイリーも9位ということで、これからもサンドリオンの晴れ渡った活躍に期待しています。 PS お二人が MV のここ見てほしいと思うポイントがあればお聞きしたいですといただいておりますよ。オリコンデイリー9位、そうなんですよ。あのうちのリーダーのもよちゃんからもね、あのグループのメッセージトークに9位っていうのが来てて、やったーって思ったりね、みんなで喜んでたりもしたんですけれども、嬉しいね、ありがとうございます。 MV のここ見てほしいポイント、え魔法マジックってことね。そうあのもよちゃんとアスカだったかな、アスカが、私もえアミちゃんもかけたっけ、あの絵を描いてます。あそうだ、え私あれかけ、あ私魔法かけてないかも、もしかしたらかけたっけ、ああのこれって魔法だったんだえ無自覚マジシャンだってよ、えそうなんだ、私って魔法使ってた、一番手、一番手確か、あれそうだっけ、そうだよ、そんな序盤にかけてた、ハートの角度だっけ、そう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 、それ2番だよね、でもあでもあえすごい、え記憶失ってたそうなんだ、あれ魔法だったんだ、あよかった、だからみんな私だけかけ忘れてたかと思った、よかったよかったです。そうめちゃくちゃ晴れててもうほんと眩しいなって顔をしてしまってるんですけど、 MV 今ねかけてくれてるんですけど、もよちゃんとかめっちゃ眩しそうで、本人もうわ眩しそうだよどうしようみたいな言ってましたけど、でもまあ曇ってるよりはね晴れてる方が気持ちよく撮影もできますから、なんか良かったかななんて思います。あとご飯が美味しかったんだよね、実際に食べてるんですけど、そことかあの私がめっちゃ味わってますって顔してるのが黒木的には見どころかもしれない。じゃあちょっともう一ついきましょう。黒木さん小峰さんこんばんは。あ両面シールですと、はいありがとうございます、両面シールさんからです。サニーキャンバスの MV 見ました。洋風なお家の前のお庭で踊る4人の姿がとても可愛らしくて素敵でした。1番のサビでオレンジジュースや洋風プレートを召し上がっていらっしゃいましたが、あそこは1回で撮影成功したんでしょうか、何回も食べていたりしたら大変だななんて思いました、言ってくれてる。何回も食べれたらよかった本当だよね、食らい尽くしてもうありませんみたいな感じだったよ、はい、まあでもあのずっとなんて言うんですか、長回しというか、もうそこは音楽とかあんまりかけずに4人でなんかいい感じに食べてくださいみたいな、普通に喋って大丈夫ですみたいな感じで、あー美味しいねとか言ってやってたんですけど、美味しかったね、いや本当に美味しかった。ちょっとねうちらがその朝食とかも作れたらよかったんですけど、実際にちょっと時間の関係でスタッフさんが作ってくれて、そう上手だったよ ねずっといい匂いしてた、そうそうなんです、そうなんです、そういっぱい食べました。私とアミちゃんの食べるスピードが早すぎて一回ちょっともうちょっとゆっくりみたいなね、あの指摘もいただいたりとか、すいません
したんですけど、そう1回だけの撮影でなんとか成功することができましたよ。美味しかったな。美味しかった。もう1ついこう。よいしょ、なあさんです。ありがとう。4月29日のリリーベに参加しました。皆さんを生で見るのが初めてだったのでちょっぴり緊張していたのですが、ミニライブがめっちゃ楽しくていろいろ吹っ飛びましたと。あれか、ビレ版でやった時のリリーベですね。ステージからの距離も近かったので表情も動きもよく見えてなんだかすごい得した気分でした。笑い。タイミングが合えば今度はライブにも行きたいなと思いますと。あ、そして PS、特典会で黒木さんに宣言したので猫の写真を送ります。実家で飼ってる猫です。いやーってアミちゃんが言ってます。アミちゃん、うわー、ちっちゃ、かわいいって。かわいい。あら、え、首輪に鈴ついてる、かわいい。いやこんな感じになってます、猫が。へそ天って言うんだっけ、おへそをね天井に向けて日向ぼっこしてる。しかも首がこんな感じになって、いやーかわいい。いいなー、ありがとう。有言実行というか送ってくださって。名前気になる、ね、名前気になるね。予想しよう。マロ、ウコン。ウコン。ウコンどう、違うかな。うん、マロ&ウコン、さあどっちでしょうか。どっちでもないよっていう時はちゃんとちゃんとメール送ってくださいね。じゃないとうちら呼んじゃうから、マロとウコンって。よし、もう一ついくよ、はい、イアイダーさんです。ありがとう。サニーキャンバスのリリースに続いてもうすぐ韓国でのファンミーティングですね。キービジュアルではチマチョゴロに、チマチョゴリに身を包み右手を頬に当てたりスカートを優雅につまんでたりと宮殿もの宮廷ものドラマに登場する4人官女のごとく気品高きオーラにあふれてますよね。またチマチョゴリ、あ、チマチョゴリアクスタをはじめ韓国ならではのグッズも楽しみです。さてチマチョゴリ に初めて袖を通した印象や撮影でのエピソードなどぜひ聞かせてください。もうふわふわです、黒木さんは。もう気持ちが韓国に向かってますから。楽しむ気持ちが悪役やね。そう、なんか私たちね、このビジュアルが初めて解禁されたライブイベントの時にもね4人でやいのやいの言ってたんですけど、なんか誰一人主人公じゃなくて全員主人公を痛めつける悪役の顔してるんですよね。せっかくチマチョゴリ来てさ、うちらさん、あ、プリンセスちゃんだね、うん、プリンセス、ピンクプリンセスちゃんとか言ってたのに全然プリンセスじゃなくて、そう、男を奪ってそうなんだよね。なんでなんだろうね、すごい悪そうなのみんな。おかしいななんて思いながら笑い合ってましたけど、そうね、でもずっとプリンセスプリンセスって言いながら撮影して、ね、みんな似合ってた、似合ってたのに悪役やね。足は長かったね、足長かったね、すごいヒールの高い靴を履きました。10センチぐらいあったかなって思います。で、なんかあんまり足を見せない、生足を見せない方がいいとかで、なんか長めのなんていうんですか、あれパンツも中に履いた気がしている。あ、履いたね、なんか履いたよね。そうなんですよ。 でも私はぺったんこだった、うん、あ、みんちゃんはぺったんこの靴だったの。そうなんだ、身長ね。あ、確かに、まあ、撮影の時にねやっぱり身長がなんかあんまりにも違いすぎるとグループショット撮る時になんかデコボコになっちゃったりするから、うちらは高身長組なので靴を脱いだりとかね、その都度やってますけれども。ということでたくさんのお便り皆さんありがとうございました。引き続きサンドリオンメンバーへの質問や相談事など何でも OK ですので送ってください。それではここで一曲おかけしましょう。サンドリオンできっと星は輝いている。世界中の夢を背負った星空は儚く届く日
指切りみんなの未来図。サンドリオンのセカンドシングル天体図、そしてカップリング曲指切りの歌にちなんで、このコーナーでは絶対にこの試験に合格しますとか、夏までにいっぱい痩せますみたいな、みんなの今後の未来図を送ってもらって、私たちとね指切り減満するコーナーです。ただまあね、もう新しい曲が発売されたので、このコーナーは今回が最終回です。私この前初めてやったのに喜怒哀楽って大事だね。喜怒哀楽大事。大事だよ。悲しめない、悲しめないね。確かにそう思うと、なんかいい言葉ばっかり並べるのも違うのかもしれない。違う、そうだよね、人生っていろいろあるんですからはい、ということで、じゃあ紹介していこうかな。青星さんです、ありがとう。こんばんは。と、自分はバイオリンを習い始めて早3年、一向に上手くならないので、思い切って課題を決め、半年以内にタイムトラベル、リプライズバージョンを一通り聴けるくらいになるように練習します。と、すごい、マジ？バイオリンやってるの？青星さん、すごいね、めちゃくちゃいい目標。私たちとしてもぜひ弾けるようになってほしいと思う。聞きたい。じゃあこれを達成できなかった時の罰ゲームみたいなものを発表させていただきますよ。指切り減満、嘘ついたら、サンドリオン楽曲の踊ってみた動画を撮影して TikTok にアップする。指切った、めっちゃかわいそうこれちょ、なんか似てるようで全然違うからね、そのバイオリン弾くのと踊ってみるみたいなやつは。これ青星さん頑張らないと。いや、まあ年内じゃない、半年以内って言ってるけど、まあ切りよく今年中、2024年中にタイムトラベルをバイオリンで弾けるようになってください。楽しみ、頑張れよ。じゃあもう一つ、愛戦士さんです、ありがとう。私の指切りしたいことですが、ちゃんとお布団で寝るです。仕事が終わって家に帰ると、そこからご飯やお風呂などをして、ちょっと携帯を見ていると深夜2時になることもしばしば。そして床暖房でぬくぬくにしているこたつがあるので、そのままうたた寝、気づいたら朝なんてことがあって、ここは自分を律したいと考えました。健康じゃないと満足いく応援ができませんので。嘘ついたら次の日寝ないって頑張っていきたいと思います。バカなの？ちゃんと寝たいって言ってんのに、なんで罰が寝ないなんだよ。ブーブーイングじゃあちょっと罰の案をね、いただこう。あ、小次郎さんから来てますよ、罰案。嘘ついたら朝起きたらスマホが充電器から外れてるのけい指切った自分で、自分でやんの？
いやもう呪いだよだから。えぐいね、結構やだよ。アミちゃんとかは絶対無理だよね。デート18% なんて家出れない、仕事行けないかもしれないですよ。いやでも良くないね、お布団で寝た方がやっぱ疲れの取れ具合が全く違いますから。季節的にもういける、ダメだってそんなフォローしちゃう。こたつが、あこたつがないかな。確かに床暖房とこたつを片付ければいい。床暖房を片付けるのは無理かも床剥がすのは無理だけど床暖房なんて使うなよ、高いって聞くぞ。節約して私たちにもっと会いに来てくださいまあ確かにそうかもしんない、もしかしたら社宅わかんないですけど、そういう感じかもしんないですし。でもそうよ、節約も頑張ってくださいということで、はい、こんな感じかな。今までたくさんの未来図メール、そして指切りの罰案をありがとうございました。以上サンドリオンと指切りみんなの未来図のコーナーでした。ちなみに次回からはですね、サードシングルサニーキャンバスがテレビアニメワンルーム日当たり普通天使付きのエンディングテーマなことにちなみまして、みんなのワンルーム写真キャンバスのコーナーが始まります。何ちょっともう一回言うね、みんなのワンルーム写真キャンバスのコーナーが始まります。わからんちょっとあまりにもちょっとアニメのタイトルにかけようと必死すぎて結局何も伝わってこないっていうじゃあ一応説明すると、サンドリオンをね応援してくれているドリオンズのお部屋を写真で撮ってもらうか、文章だったりイラスト絵で表現して送ってもらうお部屋探訪のコーナーということで、いやでも嬉しい、私とかアミちゃんは結構みんながどういうお部屋作りをしてたりとか、どういう家に住んでるのかっていうプライベートなことにすごい興味津々わかるね、嘘を偽りなく送ってね推しとの約束だぞ。あ、まあでもある程度片付けてくれるのは問題ないかなと。ダメなの？ありのまま。やなんだけど、どうすんのうちらのアクスタとかさ、床にべしょってべしょって床にこうやってなってたら、それもまたやじゃん。くそ。あと日当たりがいいのか悪いのか普通なのかっていうのと、何付きっていうのも送ってくれると私たちは嬉しいですよ。あと自分の部屋が恥ずかしかったら、兄弟や親の部屋でもいいですっていう恐ろしい文言が。身内を売るのか、ちゃんこさん、よくないってこういう一文。自分の部屋が恥ずかしいやつはもう諦めてくださいはい、ということでコーナーがスタートするのをお楽しみに。ではここでもう一曲お聴きください。サンドリオンでサニーキャンバス。So
オンザレイディオ。世界中の夢を背負った星空は儚く届く光、お送りしてきましたサンドリオンザレイディオ、そろそろエンディングのお時間です。番組ではリスナーの皆さんから私たちサンドリオンへのメッセージ、各コーナー宛てのメッセージなどお待ちしております。宛先はおはがきの場合、郵便番号 105-8000 に文化放送超 A&G プラスサンドリオンザレイディオまで。メールの場合はすべて小文字で son@joqr.net son@joqr.net です。あとですね、番組ツイッター、あ、番組 X、 番組やばい、 X 警察ヒン番組のね SNS で私たちの写真もアップされてますので、ぜひフォローしてください。そして番組のアーカイブが各週金曜17時に YouTube の文化放送 A&G チャンネルにアップされますので、もう一度アーカイブでも楽しんでくれると嬉しいです。そしてサンドリオンからお知らせです。サードシングルサニーキャンバスが現在発売中。こちらは4月から放送中のテレビアニメワンルーム日当たり普通天使付きのエンディングテーマになっております。リリースイベントもありますので、詳しくはサンドリオンの X をご確認ください。そして、5月24日金曜日に青木優馬さんの番組5555にもよとほのでお邪魔します。待って、すや、あー、すやザドッグ優馬さんのね、飼ってるねワンちゃんですね。上手になっちゃってるじゃん書くのはい、ということでメールね、ぜひ送ってください。その他サンドリオンに関するすべての情報はサンドリオン公式ツイッター X をご確認ください。あれだ、5月19だっけ、5月19にあの6ライブのブルーレイのなんかあるんです確か図鑑5月19の日曜日とかにあのライブブルーレイかのリリースイベントがオンラインでサインを書くよみたいなやつがあります。でもう今発売してるんすよそうだからもう、まあ私が今言わなくてもきっと皆さん知ってるかなとは思いますけれども、忘れてたっていうアンポンタンはぜひあのお買い上げよろしくお願いいたします、そしてこの番組は隔週放送なので、次回の放送日は5月29日とお肉の日となります。はい、ということで今から書いてるのはい、本日の放送どうでしたかって聞こうと思ったらもうもうさようならの挨拶を書いてしまってるんですけれどももうね、いつでもねお別れできるという準備をしております。楽しかったね今日もねで次回のパーソナリティはアスカと私、黒木ほのかでございます。ということでよし行くぞ韓国、うわー、ということで今回はこの辺でお別れです。お相手はサンドリオンでした。バイバーイ